こんにちは、転売王堀秀夫です、えー、最近ですね、車をちょっとピカッとしたいなと思いまして、で洗車道具を買ったりしましたで。その時ね、見つけたサイトは結構よくできてるんで、参考になるんでご紹介します。まず自分で洗おうかな、それとも、えー、なんかいいのあるかなと思って、福岡洗車って入れると、 この戦車のプロの裏技公開っていうページがこれは見過ごせないですねで押してみましたそしたらですねこのページすごい細かくこう洗い方とか実験の結果とか出てるんですねで一発でやられちゃいましてまずこの裏技スターターセットっていうのを買いました でこれ買ったらまた、えー、すぐに返信は来るし、まあ、よくできてるなって感じでしたね。でこうやってあの3つのセットがあってちょっとこの辺が多い気がするんですけど、まあ、3つのセットはあんまり迷わせないってやり方ですね。でこれをこうカゴに入れて今の画面ですけど詳細を見るにするとこうカウンタックですねランボルギーニがかかれちゃってて Q&A があって下の方にはこのついでが良さそうなのあるともう本当に、えー、ネットショップのお手本みたいな作り方ですねすごくよくできてるんであの見てください参考になると思いますでこの洗剤とかも、ね、セットで、えー、買ったんですけど結構どれも使いやすくておそらく同じものを、えー、オートバックスとかで揃えれば安くなるのかもしれないんですけど あんまり車洗うのに詳しくない人とか、面倒くさい人とかですね、こういううんちくがいっぱい載ってるページで、あんまり高くない値段で売られちゃうと、大抵はもうそこから買っちゃいますんで、その使い方ですね、これが、えー、あんまりうんちくとかなくて、繊、え、細、ー、の仕方とかなくて、ただポーンって出てたらですね、おそらくこのブリスならブリスっていうのをコピペして、でもう一回 Google ググで検索とかしちゃってですね、 安いとこ探さえちゃうんですけど、こう、洗車のね、悩み解決とか、こんな感じですね、知識一覧とか、でしかもね、えー、質問したらこの人答えますよっていう、まあ、それを、しかも女性の笑顔の写真を載せてるとか、もう本当にいちいち、だ、えー、って販売サイト作ればいいかなって迷ったときには、もう参考になる作り方ですね。 全然知らない方ですけど、えー、思わず見て買っちゃいましてで今日も先ほど、えー、追加でまた買いましてでやっぱりここ、あのー、買っちゃうなと思って参考にしてもらいたいと思って載せましたどうもあの商品もいいんで結構おすすめですしどうやって販売するか迷ったらこのサイトチェックしてみることをおすすめします店売を堀秀夫でした